はい、パウンドケーキを作っていきます。この生地は型に直に生地を流していくので、型にバターを塗って下準備をしていきます。角のところが生地が貼り付きやすいので、塗り忘れのないようにしっかり塗っておいてください。これを冷やしておきます。バニラビーンズのシードを取り出します。まず縦半分に裂いて開いて、包丁の背で優しくこそいてください。あまり強くこすると繊維が剥がれて苦い部分が出てきてしまうので気をつけてください。もし苦手だったら爪の先でグーッと押すと綺麗に取れます。ボウルに室温に戻したバターを入れます。室温これくらいですね。スッと指が入るくらいで、触った感じあまりぬるくない、なるべく冷たいくらいがいいですね。スーって入るけどまだちょっとひんやりする感じ、これくらいがちょうどいいです。それではメレンゲを作っていきます。卵白にお塩と分量のうち半分のグラニュー糖を入れて、まずハンドミキサーの低速で卵白のコシを溶いていきます。これくらいサラサラになれば大丈夫です。ブリッとしているところが残っているようでしたらもう少し溶いてあげてください。ここから高速で泡立てます。これくらいモコモコしてきたら残りのグラニュー糖を入れます。軽く混ぜて、また再び高速で泡立てます。すくって少しお辞儀するくらい、これくらいですね。きめ細かく立ててください。バターに和三盆糖とバニラビーンズのシードですね、バニラビーンズシードを入れて、ゴムベラですり混ぜます。泡立て器でもいいんですが、ちょっと粉砂糖と同じで和三盆も粉状なのでバフッと舞ってしまうので、ここはゴムベラで混ぜるとより混ぜやすいと思います。バターとサバ3本が馴染んだら、ハンドミキサーに持ち替えて高速で白っぽくなるまで混ぜます。これくらい白っぽくふんわりするまで混ぜてください。ここにアーモンドパウダーと卵黄、よいしょ、一度に入れて更に混ぜ合わせていきます。これくらいふんわりとバタークリーム状になれば OK です。メレンゲをバターベースに混ぜていきます。約半分加えたらゴムベラで混ぜていきます。この時完全に
混ぜようとせずにちょっとまだらで、まだら状態で止めて粉類をすべて入れてください。そこから返して混ぜてください。残りのメレンゲを加えて混ぜていきます。メレンゲの筋が見えなくなるので混ぜます。そこから返して上と上下を返すような感じで混ぜてください。途中でヘラの根元にちょっとメレンゲが残ってたりするので一回お掃除したり、あとこの側面ですね、ボールの側面にも粉が残ってたりメレンゲだけ残ってたりすることがあるのでちょっとだけお掃除してあげてください。粉類とメレンゲが混ざり合わさるとこのような感じになるんですが、ここからさらに60回から70回混ぜて生地にしっかりツヤが出るように、生地の材料がすべてつながるようにして仕上げます。マットなツヤになるまで混ぜてください。バターを塗って冷やしておいた型に内粉を塗って表面に粉を塗って薄くはたいておきます。内粉をはたいた型に生地を入れていきます。お、叩いて表面を少し平らにならしてから予熱したオーブンで焼いていきます。10分焼いたら表面が少しだけ乾いているので、ここで切り込みを中心に少し入れてあげます。こうするとここだけ割れて綺麗な焼き目になって膨らんでくれます。さらに焼きます。はい、焼き上がりました。ちょっとチェックしてみます。一番高いところ竹串を入れて抜いて、生の生地がついてこなければ焼き上がりの印です。すぐに型から外します。よいしょ、はい、このまま冷まします。